エド・シグペンは、アメリカ合衆国のジャズドラマー。1956年から1959年まで、ビリー・テイラートリオと共演し、1959年から1965年まで、オスカー・ピーターソントリオに在籍した。イリノイ州シカゴに生まれ、カリフォルニア州ロサンジェルスに育つ。父ベン・シグペンは、1930年代から1940年代に、 かけて16年間、アンディ・カークと活動を共にしたドラマーであった。アート・ファーマーや、デクスター・ゴードン、チコ・ハミルトンに同じく、トマス・ジェファーソン・ハイ・スクールに学んだ。ニューヨークで、職業演奏家としての活動に入り、1951年から1952年まで、サボイボールルームにおいて、クーティ・ウィリアムス楽団と共演した。ダイナ・ワシントンや、ギルメレ、 オスカー・ペティフォード、エディ・ビンソン、ポール・キニシェット、アーニー・ウィルキンス、チャーリー・ラウズ、レニー・トリスターノ、ユタ・ヒップ、ジョニー・ホッチス、ドロシー・アシュビー、バド・パウエル、ビリー・テイラーとの共演を経て、1959年に、トロントで、ハーブ・エリスと入れ替わりに、オスカー・ピーターソントリオに入団した。1961年には、テディ・エドワーズと録音を行っている。 ピーターソントリオを退団後の1966年に、バーブレコードにリーダーアルバム、アウト・オブ・ザ・ストームを録音する。その後、エラ・フィッツ・ジェラルドと1967年から1972年まで演奏ツアーに出た後、デンマークの市民権を得て、コペンハーゲンに永住し、同地で、アリス・バブスや、ケニード・ドリュー、エディ・ロック・ジョー・デイビス、アーニー・ウィルキンス、スベント・アスムスセン、 クラーク・テリー、ミルト、ジャクソン、モンティ・アレキサンダー、サド・ジョーンズらと共演を重ねた。パーカッシブ・アーツ・ソサエティの殿堂入りを果たしている。コペンハーゲンで短期間入院した後、2010年1月に、静かに息を引き取った。デンマークで埋葬された。オール・ミュージック・ハット・オフィシャル・サイト・ハット・オフィシャル、ステートメント・オン・ウェブ・サイト・バイ・ファミリー。ありがとうございます。